こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。テンバーアカデミーサポート利用のコツということでね、は、ま、じ、あ、めにサポート利用のコツ、あるいは心構えについて説明します。えー、サポート募集ページで、まあ、サポートを受ける資格としてですね、えー、20万円の仕入れ資金が無理なく用意できる、まあ、クレジットカードを持っている、まあ、素直にアドバイスを実行するという資格をつけてました。 アドバイスの内容を素直に実行すれば、3ヶ月で売上30万、6ヶ月で利益30万に十分到達可能です。まあ、そんだけね、え到達していただいて、まあ、サポート、満足していただくというのがね、当然私の、え目標、目標というか、ま目標ですね、目標ですし、会員さんもそれを期待してサポートを受けていると思います。で、たとえペースが遅くても、 まあ3ヶ月で売り上げ10万円、6ヶ月で売り上げ30万は達成していただくようにサポートしてます。まあ、現にね、えー、アメリカアマゾンで、まあ半年間で2万1000ドル、6000ドル、まあ3000ドルというのはね、まあこれあの、これで全部というんじゃなくて、少なくとも3000ドル、ね、で多い方は2万1000ドルというサポートをしてきてます。で正直に話しますと、 まあできるだけスムーズに稼いでいただければ、サポートも継続していただけると。ね、そうすれば、まあ事例もえ順調に手に入りますし、私は事例も順調に手に入りますし、えー、会員さんもね、えー、その事例をもとにしたまあ適切なやり方が常にフィードバックされて、まああなたはスムーズに稼げてハッピー。私もスムーズに稼げてハッピーと。まあこれがね、えー、一番理想的です。 もともとね、えー、サポート始めて、まあもう、えー、10年経つんですけど、この、まあ、月額課金という形にしたのはね、2010年ぐらいだったかな、からなんですけど、まあもう長い方だと6年以上サポートを受けていただいてると、ね、ちょっと見返したら、6年、5年半、5年、えー、4年、4年と。 いう形でね、受けていただいてます。で、まあ、月額3万円で、まあ、効率よく儲ける方法を毎月リサーチして、やってはいけない NG 雇用をリサーチ。それから翻訳、出費のチェック、クレーム処理のアドバイス。まあ、これらを全部できる外注やバイトが見つかるでしょうかということなんですね。まあ、見つかるわけはないです。 だからサポートに満足していただいても、そのままずっとサポートを受けていただくというのがね、まあ、正直私の希望ですで。もっと継続してね、サポートを受けていただくためには、私がサポート、アドバイスすると、まあ、会員が確実に得したと感じてもらえると、そんなサポートが望ましいわけです。そうなるとね、やっぱ商品探し以外のこの心配事とかね、解説のサポートって、 まあまあなんかよくわかんないけどめんどくさい印象を受けるだけでその得したなとねいう感じにはなりにくいんでやっぱりねどう転んでもやっぱり儲かる商品を探すところに集中したいとで儲かるようになってからねそういえばこれはどうしてこういうサポートなんですかとまあ大抵わかって確認のため聞かれることが多いんですけど儲かるようになってからねその 細かい点を気にしてね、えー、まあ自己流にアレンジするってなのはいいんですけど、初、まあ、めからね、えー、儲かる商品を見つけること以外に、えー、気を取られちゃうと、ね、稼ぐまでの時間が長くなります。いやもう出品方法や発送方法、もうクレーム、Amazon からの連絡や翻訳はもう全部私に任せてください。それが一番効率がいいです。で、現に先ほどのね、この半年で、えー、2万1000ドル稼いだ会員さんは、 もともとね、仕入れ式5万円から始めて、えー、半年間で2万1000ドルまで稼いだってか、売り上げたですね、売り上げた会員さんはもう今でも,もう簡単な文書でもね、アマゾンからの顧客、アマゾンからや顧客からの連絡は全部私に丸投げしてきます。もうそのままこの文書来て何,ぜ何て返事したらいいですかと。ね、で出品方法もわからない点があればすぐ聞いてきます。ね、これ、これ、これどっち選ぶんですかとか、画面キャプチャー付きで聞いてきます。 でも自分でやることはね、商品探しだけだと割り切ってやってると。まあ、だからね、やっぱこの割り切りが短時間で稼げるようになった理由だろうなと思います。まあ、別にね、自分で全部できるようになって、サポートをね、辞、えー、めて卒業するというのをね、一つのゴールにするんではなく、まあ、正直な話、ずっとサポートを受けてほしいと。まあ、なぜなら、それは私もサポートを、ね、回避は欲しい。 でプラス、えー、アマゾン輸出の場合ね、えー、全部覚えたとしても、一、まあ、人でやってたらね、まあ、せいぜい多くても数百万、ねえー、以前は月額2000万って方もいましたけど、まあ、仮に月額2000万やったとしても、えー、2000万を一人でやってるノウハウしかないと。ね、で私の場合は、その、えー、今で40何人かな、サポートしていて、その方たちから毎月こういう問題があったとか、こうやったらうまくいったとか、 ね、あるいはその質問があったことについて、えー、日本とアメリカなんかの,、ねえー、そのどういうのが起こってるか検索して調べたりしてるわけですから、まあ、はっきり言ってその月1億レベルの売り上げを、ね、1人で上げてる人よりははるかに情報量が多いとでそういう新しい情報を取り入れていかないとアマゾンは稼げなくなったりすぐ退場という形になっちゃいます。 まあだからね、まあ、全部覚えて卒業ってんじゃなくて、もうね、商品探し、商品探しは私が全部やったらね、一人で探した商品を何十人も同じ商品やってるって形になったら、それはもう儲かるわけないんで、商品探しだけは、まあ、あなたにやっていただきたいと、あなたにやっていただくしかないんですけど、まあ、他のことはねえ、もう全部覚えずに、その分かんなかった都度聞いてもらっちゃうのが一番効率いい、ね。で、サポートしていて危険だなと思うのはね、 商品の相談がなくなってきて、商品の相談じゃないの、ない相談ばっかりしていくのは、これ確実にね、なんかあの迷宮にはまり込んでる入り口なんで、さすがにね、そうなってくるのはまずいです。ね、常に商品の相談はしてください、えー。儲かるようになるまでは商品の相談を途切らさないでほしいということですね。で中でね、一、まあ、人じゃなくて複数から、えー、たまにもらう質問でね、まあ、正直、 ねそれ今気にしてもしょうがないですと、まあ、答えたんですけど答えたいんですけど質問された時にそう答えるとね、えー、なんかね、えー、あまりいい感じじゃないしねあのー、質問しにくくなってもしょうがないんで、まあ、答えてましたしこういうふうに言っていう説明してますけど、まあ、正直ねこれ今気にしてもしょうがないですという質問でね FBA や p a y o n の細かい手数料計算何パ手数料何なんですかと、ね。 でそもそもね仕入れた商品が全部売れるわけじゃありませんねで全部売れる前提で細かい手数料を計算するのは無駄ですまた為替の変動幅の方が影響大きかったりしますだからねこの辺のもう数パーセントを気にしてもしょうがないと で実際に販売してお金を受け取ってから確認するのが一番です。そうすれば分かりますんでね、えー。手数料率というかもう実感で分かりますよね。あ、これ売ったらいくら入ったと。あ、そういえば送料いくらあったからこれ赤字になってるね。もうやめようとかね。あ、これやっぱうまく儲かった。また入れようっていうふうにすればいいです。ね これを細かく詰めましょうっていうのはね、はじめからコンテナでね、えー、商品を送りましょうとかいう場合にはね、やる必要がありますけど、まあ、そういう、そういう話じゃないんでね、えー、せいぜいはじめは、えー、1万、えー、あるいは2万ぐらいのね、えー、商品を納品するというところから始めてるわけですから、全体でですね。だから、せいぜいその、えー、2000円の商品が売れて3%違っても600円と。 600円の違いをはじめに時間とエネルギーを使って、ねえー、気にしても意味ないです。そのエネルギーを商品探しに向けてください。で、2番目、将来性。なぜこの将来性を、ねえー、気にするのかというところなんですけど逆に将来性をあると見込んで、ね、やろうと決めたはずなのに、まあ、何でしょうかね、えー、思ったより簡単じゃなかったり、えー、ふとした瞬間に気になっちゃうんでしょうかね、将来性ね。 アマゾンオーストラリアがあと何年稼ぎやすくて、ね、稼ぎやすい状態でいるか、まあ、未来はわかりませんで。しかし少なくとも、まあ、初期投資が数十倍あるいは数百倍になる間は稼ぎ続けられる可能性はとても高いです。まあ、つまり初めにサポート費用55万と仕入れ資金20万で75万円ね、えー、投下してるわけですけど、まあ、それをね、750万として、750万ということは、えー、年間 60何万円月間60何万円、1年間稼げばもう10倍回収って形です。そ,れそ,れそんな状態に、ね、なる前に飽和しちゃうとか、なくなっちゃうっていうのはちょっとね、ほぼありえないんで、まあ、もう今の段階で始めてる人は将来性とか気にせず、普通に稼いでいただきたいと。ね、以前、アメリカの時も将来性を妙に気にしてた方、何名かいらっしゃいましたけど、まあ、将来性を、ね、気にするまでもなく、普通に始めた方は、 ねえー、あっさり月100万以上儲かれるようになってねでそれがずっと続いて、まあ、人生変わっちゃってるわけですからあんまりねこの先今今儲かれそうだっていうのが分かったわけですから儲かるべき行動してで儲かるうちに儲けてほしいとで反対にアマゾンの将来,に将来性に確信が持てないとじゃあ何もしないという状態でいて、まあ、国や年金がなんとかしてくれると期待することはね まあ日本の未来に一点張りをすることになります。まあ、これは無謀と言ってもいいギャンブルです。つまり、アマゾンが未来どうなるか分かりません。何年間ね、伸び続けるかね、ね、飽和しないか、それは分かりません。ただ、日本が少なくともこの先ね、えー、10年、20年、えー、悪くなることはあっても良くなることはないだろうというのはね、まあ、ほぼ予想が立つんで、まあ、何もしないリスクの方がはるかに高いと。そのためにね、えー、景気の良い,い国に売れる。 ねアマゾン輸出始めたわけですから、もう将来性を心配している場合じゃないと、まあ、逆に日本の将来性を心配して、アマゾンで稼ぐことに必死になってほしいという感じです。で3番目、税金の心配、ね。これね、売れる前から税金の心配をしないでください。ね儲かれば税金を払うことになりますし、売れないなら税金はかかりません。まあ、これだけは、えー、確実に言えます。 でねえー、心配しても、心配すると税金が安くなるなら心配した方がいいですけど、まあそうですね、結果として安くなりますね。心配すると稼げないから税金かからなくて、税金安くなりますけど、まあ、そうじゃなくてね、まあ、あの売れてから、ね、儲かってから別に税金心配するほど儲かれば、普通に、ね、税理士さん雇えば済む話なんで、まあ、これはね、なぜ、なぜ初めから心配するか、不思議なんですけど、えー、心配してもしょうがないです。 で何しろ商品探しに集中していただければ稼げるようになります、まあ、全体の流れやねなぜ3の作業をするかの意味を説明しながら進めていくと商品が見つからないうちに3ヶ月経過してしまいます、まあ、こうなるとねモチベーションの低下あるいは私のサポートの信頼度の低下につながります、まあ、これは私にもあなたにも不幸せな状態なので避けるべきだと考えています え全部ね、細かく丁寧に説明しながらね、えー、やっていって、この作業はこういう意味があってやってますとかね、えー、これ、これ、こういうシチュエーションになるとこうなりますというのをね、えー、丁寧に説明しながら進めて、まあ、それで短期間で稼げるようになるんならいいんですけど、まあ、逆にそのやり方でしたらね、2年やってももしかしたら稼げるようになってない可能性があります。ね、その2年間、ね、稼げない状態でサポートを受け続けるか。 そんなわけないんでね。そう考えるともう3ヶ月あるいは半年で稼いでいただけて、稼げるという実感を持っていただかないとサポート継続はないと思ってます。そうなるとね、サポート継続はないってそうですね。それは私目線だけなんですけど、あの、短いうちに稼いでもらわないと、せっかく稼げると思って始めたのにね、続けるのが嫌になっちゃいますんで、もうどう転んでもね、私にとってもあなたにとっても、 短い期間で稼げるようになってもらうっていうのは、もうこれ必須事項ですんで、そうなると、もう商品探し以外はね、細かい説明とか、事前にこういう、こうなりますっていう、丁寧にやってるえのは非常に効率悪いと。とりあえずやりながら分かんないとか聞いてもらって、もう商品探しにね、全エネルギーを集中してもらうというのがね、やっぱり今までやってて一番結果が出やすいんで、そんな形でサポートしてます。 もしね、その堀のサポートは、このやってる作業の意味とかね、あるいは、そのちょっと、ちょっとというかね、やる前に作業の確認とかをすると、どうもね、内容が雑だったり、返事が雑だねと思ったらね、こういう前提でサポートしていて、まあ、言いにくいけど、それより商品探しましょうというのをね、まあ、常に思って返事してるんで、こうなっちゃうというのをね。 あとからこれ話すとね、えー、言い訳になっちゃいますけど初めにということでサポート始まる前にね、まあ、皆さん見ておいていただければ、ねえー、いいかなと思いまして、まあ、この動画を作らせていただきました以上天馬アカデミー堀秀夫でした